毒物は扱いに気をつけないといけませんよね。解説の霧雨マリサです。美少年であっても毒物を使うと肌がおかしくなってしまうんですかね。白霊霊夢です。不定期ですが、水曜日もアップしようと思いました。コンパク用務です。今回はキングダムで有名になった史実の正解を題材にしたいと思うぜ。前回は完璧氏の動画でしたけど、今回は同じ区間の正解の動画ってことだよね。正確に言えば、史実の正解がどこの国に属していたのかは不明な部分もある。史実の正解は各国を遊説した人だとは思うんですけど。正解はキングダムだと韓国間の戦いで韓軍を率いて登場したわけだ。正解はキングダムの春申君とリボクの合唱軍編だと、韓軍5万を率いて、ここに布陣したんだよね。合唱軍の各国が軒並み10万を超える大軍なのに、正解率いる韓軍だけは5万と少ない状態でした。韓は各国の半分以下の兵力しかいないんだよね。キングダムの正解は毒を得意とした武将であり、本来は美男子だったんだけど、毒が原因で風貌が変わってしまったという設定になっていた。漫画内でも正解は異質な雰囲気を漂わせた存在でしたよね。史実の正解に関して述べておくと、司馬遷が書いた式には登場せず、戦国策の方に登場するわけだ。戦国策は前漢の遊興が表した書物となります。残念に思うかもしれませんが、史実の正解が毒を使ったという記録はない。もちろん、毒の研究をしていたとする記述もありません。しかし、個人的には正解が美男子だったのは、あり得るのではないか?とも感じております。正解の外交ってスマートさと知的さがありますから。決して、がむしゃらなやり方で成功をつかみ取った人でもありませんし。とりあえず説明に入りましょうか。何年のことなのかは不明なんだけど、漢が後進なる人物を、州から追放することに成功した。後進に関しては、どのような人物かわかっていませんが、一般的には周王の臣下だったのではないか?と考えられています。後進と正解の関係は不明ですが、正解は後進が周に復帰するために動くことになったわけだ。正解は義王のところに行き、次のように述べます。周を観察してみるに、後進を戻らせるのは必要です。なるほど。それがどうかしたというのか。それならば義王様が先手を打ち、周に後進を戻らせるようにと伝えるのが良策となるはずです。後進は義王様に感謝し、周の内部に後進を持つことになります。確かに、わしに恩がある後進が周の内部に入れば、情報を流してくれるやもしれぬし、気が不利になるような行動は抑えつけてくれるやもしれんな。その通りでござる。後進は義王様の内通者となることでしょう。わかった。義が周に圧力をかけて、後進が周に戻れるように取り計らうことを約束いたす。よろしくお願いいたします。任せておけ。義王は正解の言葉で、周の内部に自分の息がかかった後進を持てると考え了承しました。なお、上記の話は戦国策の観察にある話ですが、義王とあるだけで、誰なのかはっきりとせず、一般的には義の帝王か義の女王だと考えられています。正解は後進を周に戻すために、義王の後ろ盾を得たってことですよね。さらに、正解は動くことになります。正解は周進を追放させたはずの韓に行き、韓王に次のように述べました。義王が後進を周に戻そうとしております。な。何?それは本当なのか。今のままですと、後進を周から追放したのが韓であり、戻したのが義になってしまいます。ぬ。これだと韓が周から後進を追放させた意味がないではないか。それならば、韓が後進を周に戻してやった方が良いのではないでしょうか。むむ。このままだと義は周の内部に後進を持ち、韓は周の内部に後進を失うことになります。ならば、わしはどうすれば良いのだろうか。簡単なことです。韓王様も後進を周に入れるために取り計らえば良いだけのことです。韓は後進を周から追放させたはずじゃが。こうなってしまったからには仕方ありませぬ。わかった。そなたの言う通りにしよう。韓は後進を周に戻すように取り計らうであろう。それが最善の策なのです。韓王は正解の意見をもっともだと考え、後進が周に入れるように後押しすることになったわけだ。なお、この時の韓王も誰なのか記録されていませんが、韓の関係王だったのではないか?
とも考えられています。ここで物語が終わっており、政界の活躍で後進が、州に戻ることができたのか正確な部分は不明です。しかし、州はすでに権威もなくした弱小国であり、戦国七雄の義と官の意向であれば、無視することはできなかったことでしょう。それを考えると、政界の外交は成功したように感じました。別の思惑が動いて、うまくいかない場合もあるんですが、今の政界の話って、どこか孟昌君と風間の逸話に似ていると感じる。政の宰相を解任された孟昌君を風間は救うために、秦に行って秦の昭王に孟昌君を迎えるように説得した上で、風間は西王と会って孟昌君を政の宰相に復活させたわけですから。戦国策には、もう一つ政界に関する逸話があり、これが最後の逸話となります。戦国策、義策によれば蘇我領義の南方を攻撃し、漢が蘇を包囲したことがあった。蘇は義の領土であり、この時に政界が祭祀公孫円のために動くことになります。なぜ政界が公孫円のために動いたのかは不明ですが、公孫円は義の宰相になったことがあり、政界は義のために動いたことになります。政界は漢王と面会し、次のように述べました。蘇我義の南方を攻めていることはご存知のはずです。もちろんじゃ。わしも義の将を攻めておるわけじゃし。素早く将を攻撃すると、蘇軍が必ずや義の深くまで攻め込みます。義は窮地に陥れば、蘇に侵入することになるでしょう。確かに、そういうことはあり得るな。義が蘇に侵入すれば、漢が窮地に陥ることはご存知でしょうか。どういうことじゃ。義がその命令に従うとなれば、漢が次のターゲットとなり危うくなるというだけです。確かに、その可能性は十分にある。そなたは、わしにどうせよというのじゃ。簡単なことです。漢王様は、将の包囲を解くだけで良いのです。ほ。本当にそれだけで良いのか。将の包囲が解かれれば義は漢が蘇に協力する気がないと悟り、蘇と全力でぶつかることとなります。なるほど。義は戦って勝てねば人の大量を守ることもできませんし、将を保つことができなくなります。そうなれば、わしも楽に将が取れると申すか。その通りでござる。それに、義が蘇に戦って勝ったとしても義は疲弊するのです。なるほど。わしは将も取れて漁夫の利も得られそうじゃな。その通りでござる。この話なんだけど、戦国策には何年のことなのか記述がない。しかし、紀元前323年にその将軍、商鞅が義の城領を攻撃し、八雄を奪った話があり、この時の話ではないか?とする説もある。そうなると、蘇王はその海王となり、漢王は漢の先慶王、義王が義の慶王ということになります。その商鞅は打足の話でも有名な人物だ。でも、政界って遊説をしているようではあるんですけど、決まった主君を持たない感じなんですかね。ちなみに、政界の外交は義だけではなく、漢のために言っているとする話もあり、キングダムの作者の原康久さんは漢の将軍として政界を抜擢したのかもしれません。そのことは著者の原康久さんじゃないとわからない部分なんだけど、これがうぷ主が知る限りの史実の政界の記述となる。でも、政界が架空の人物ではなく、実在の人物だという確率は高いでしょうね。戦国策に名前が残っているわけですから、キングダムだと政界の顔が美男子だったが、毒の実験をしすぎて、あのような毒々しい顔になってしまったとしている。しかし、先に紹介した戦国策の政界の記述を見る限りでは、政界が毒を使った記録はありません。もちろん、政界の毒で長刀を苦しめ、歓喜に助けられた長刀に討ち取られたとする話もないです。それでも、政界の交渉術を見ると、かなりスマートで説得力があると感じたわけだ。それらを考慮すると、政界の顔が美男子で今でいうイケメンだった可能性は残っているように思います。それに、政界を見る限りでは希望の死であり、諸子百科の遊説家の一人だったと言えるでしょう。政界を見ていると美男子で頭の回転も良かったようにも感じますから。政界の行動を見ると、決まった君主は持たず、自分を信頼してくれた人やバックアップしてくれる人のために、忠実に行動する人物だったのかもしれません。政界は戦国時代に生きた作詞の一人だとは言えそうです。でも、キングダムの楽しみの一つは、こういう人物を登場させてくれて、史実なのか架空の人物なのか調べるところにあるのかもしれない。王騎の最後と関係している中華十級の一人である義かなんかも、戦国策に名前があるわけですから。
他にもリンズ君、官名なんかも戦国策に登場します。不定期ですが、平日も時間が許す限りは動画をアップしたいなとも感じております。宣言したけど、アップできなかったら申し訳ないんですが、あくまでも不定期ということで。それじゃ、短いですが、今回はこれくらいで終わりにしておきたいと思います。この動画が面白かったら概要欄から Twitter の登録、ブログなども見てくれましたら嬉しく思います。それを励みとし動画作成を頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。